ぎラジオ第13回、サックス奏者の早坂幸です。MG3 という私たち田中信正君というピアノと永田俊樹ベース、私と3人で5月29日から6月の3日まで東北のツアーに行ってきました。コロナのこともあってやめにしようかどうしようか迷っていましたけれども、このお店の方からぜひ来ませんかということを言ってくださって、これは勇気100倍という運で、私たちはもちろんチャレンジが大好き、誰もやってないことが大好きな、ね、性格ですからね、もちろん伺いますということで県を顧みずやりました。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。まあ、東北の方たちっていうのは寡黙で、それでいてすごく熱い人たちが多くて、ジャズも大好きで、東京の面白いコアなライブをどんどん見てらっしゃるおじさまたちが多くてね、本当にいろいろと話が盛り上がるんですけれども、まあ、その方たちも久しぶりの生演奏ということで、もうとても喜んでくださいました。1曲目の始まった時から震えが止まらなかったとかね、まあ、ありがたいお言葉をいっぱいもらいまして、音楽はやっぱり生演奏は素晴らしいな、ジャズはいいなと続く思いました。ご協力くださった皆様に本当に感謝いたします。これからも、まあ、東京に戻ってまだ自粛生活は続きますけれども、まあ、本当にこれからちょっとずつでもやってライブで皆様とお会いできればと思っております。ありがとうございました。なお MG3 の映像を初日にと、ツアーの初日に小山のフェローズというところでカメラ5台で、撮りました。それは、有料配信と なりますけれども、来週の頭から配信になります。また改めてお知らせしますので、どうぞ楽しみにしていてください。今日でニューヨーク物語も最後の最終回になります。それにちなんで最後にかける曲もジャッキーに捧げた曲、 I Remember Jackie という曲を聴いていただくことになります。第7話ニューヨーク物語、ジャッキーの秘密。ハーレムをのんきに遊び回っている間に、マネージャーのシスターチャイナは、ジョージ・バトラー、マイルス・デイビスや秋吉敏子さんなどを手掛ける音楽プロデューサーとアポイントを取ってきた。慌てて私たちも知人に通訳をお願いし、同行してもらった。カーネギーのすぐ横にそびえ立つ巨大なヴィクター本社ビルのエレベーターに乗り込み、有名なアーティストたちのゴールドディスクがずらっと壁にかかっている長い廊下をいくつも曲がると、ジョージ・バトラーの部屋の前にたどり着いた。チャイナがドアをノックすると、カムインと重厚な椅子に座ったジョージ・バトラーが立ち上がって私たちを出迎えてくれた。握手を交わし、社交辞令の挨拶、緊張の数分間。できるだけ早いうちに契約書を交わしましょう。ニッティングでの演奏はとても良かったので、あなた方の音楽をそのまま大切にしてください。また連絡をしますね。夢のような話だったが、なんだか狐に包まれたような気分でビクターを後にした。次は弁護士を決めようとチャイナが言い出した。まだ仕事も決まっていないのに、と返事を濁らしていると、サチ、これがニューヨークのやり方なのよ。仕事が入ってきたらお金を払えばいいだけだから、最初にいい弁護士をつけておかないとビジネスはうまくいかないわ。屋根の修理一つにも弁護士を雇うアメリカのやり方にはどうしても馴染めないのだが。チャイナは早速アポイントを取ってきた。驚いたことに、それぞれマイルス、プリンス、マドンナという超一流アーティストの弁護士たちだ。そんなすごい弁護士に会うのだから、当然通訳が必要になる。同じ友人にいつも来てもらうわけにはいかなかったので、毎回通訳をしてくれる人を探し出し、たくさんの人の助けを借りないと何もできない自分がとても情けなかった。船頭を多くして船山に登るということわざがあるが、通訳をお願いした日本人たちは自信満々で、あまりに夢のような計画をまくし立てるシスターチャイナに対して不信感を持ち始め、私たちに気をつけなさい、と警告する者も出てきた。なぜ私を信じてくれないの、という苛立ちがはっきりチャイナにも現れ、さらに強引な態度を取るようになり、私たちの知り合いの日本人たちを敵対視し始めた。一体誰を信じたらいいんだろう。自分で判断できないもどかしさで、楽しかったはずのニューヨークデビュー計画も
だんだん辛いものになってきた。ニューヨーク滞在もあと2週間を切った日。はい、トシキ、サチ、今日は友人に会わせたいから一緒に来てくれないかい？とジャッキーがいつものようにやってきた。またハーレムに連れてってくれるのかなと思いながら、トシキと2人で彼のイエローキャブに乗り込むとアップタウンに到着。小さなドアをノックすると小柄な白人の老人が出てきた。確かジャッキーと2人でニッティングファクトリーのデビューの時に来てくれたおじいさんだ。白人の友人なんてとっても珍しい。彼はスワンって呼んでくれと自己紹介した。スワン？どっかで聞いたなと思いつつ、彼の部屋に入ると大きな机があり、その上にカラーペンと便箋が置かれていた。手紙や絵を描くのが趣味なのかしら。よく見ると見慣れた筆跡。あ、やっとわかった。ジャッキーから送られていた山のような分厚い手紙のすべて、スワンが代筆をしていたんだ。手紙のラストにいつもスワンって書いてあったっけ。ジャッキーが喋る英語は三人称単数とか過去形とかなくって、詩のような手紙をいつもくれるのになぜかなと不思議だったのだが、この瞬間にようやく謎が解けた。わざわざ代筆を頼んでまで美しい手紙を送り続けてくれたジャッキー、感動で胸がいっぱいになって彼らを見上げると、どうだい、やっとわかったかいというように彼らはニコニコと笑っていた。帰国準備。滞在期間の3ヶ月があっという間に過ぎていき、いよいよ日本に帰る準備をしなくてはならない。ジョージ・バトラーからの連絡もないまま、後のことはチャイナに任せることにして、とりあえず様々な友人たちと別れの挨拶に忙しくなっていった。友人のジェイル・ロドリゲス、サックス奏者が誘ってくれた双方の小さなカフェレストランでは、ラシッド・アリーのドラムと共演も果たすことができた。ユードントのホワット・ラブ・イズをテーマを吹き始めると、後ろでラシッドはブラシを使ってフリーで叩き始めた。背中がゾクゾクっとした。あのコルトレーンと演奏していたドラマーと一緒に演奏できるなんて。ラシッドは優しい笑顔でビューティフルと言って握手をしてくれた。大きな温かい手だった。またチャイナがアポロシアターでフェラクティのコンサートがあるの、紹介するから行かないと誘ってくれたのも帰る3日前だった。アフリカのボブ・マーレンのような存在、音楽家だけではなく政治家としても活動するフェラクティのサックスを生で聞けるのもニューヨークならではだ。北島三郎ショーのような2時間のコンサートを堪能した私たちは楽屋に連れて行かれ、何人もの奥さんや子供たちがはしゃぐ中、チャイナが彼女はサックス吹きなのよと紹介した。じゃあ来週のコンサートで私と一緒に演奏しようよ。楽器を持って来てくれないかい？とありがたいお言葉。いや、女なら誰でもいいのかなとちょっと呆れながらも、来週は日本に帰らなくちゃいけないんです。実現こそできなかったが、こんな話がすぐに起こるニューヨークはやはり面白い街だ。いよいよ帰る前日、エルドリッジストリートには3ヶ月間に出会ったほとんどの友人たちが集って大パーティーが催された。チャイナタウンでステーキをたくさん買い込み、パーティーの準備が始まった。10年もキャナルに住み、絵を描いているマサさんとは一緒にウッドストックでキャンプをしたり将棋をして遊んだ仲だったが、早い時間にやってきてお風呂の掃除を始めてくれた。何にもプレゼントするものないから、せめて掃除ぐらい助けてあげようと思ってね。さりげないマサさんの優しい心遣いに感激していると、ドロシーもいろいろな食材を持って到着。夕暮れ時になると三々五五、飲み物や食べ物を持ってみんな集まってきた。これがニューヨークスタイルだ。普段はドラッグディーラーだけがうろうろしている人気の少ないエルドリッジストリートに、ミュージシャンや画家、いろいろな国のアーティストたちがあふれ、朝まで盛り上がり最高の思い出になった。翌日のケネディ空港にはもちろんジャッキーがイエローキャブで見送ってくれた。 See you again。 たった3ヶ月の滞在の間にこんなにニューヨークを満喫することができたのは、やはりたくさんの友人たちのおかげだ。ノイローゼにもなりかかったが、今思えばとっても幸せだった日々。日本に帰ってからチャイナとも何度か連絡を取ったが、ビクターがソニーに合併吸収され、ジョージ・バトラーが解雇されたというニュースが流れてからは
とんど彼女との連絡も途絶えてしまった。その後、出産、育児に追われ、ニューヨークに行くこともできなくなってしまったが、ジャッキーとスワンからは相変わらず分厚い手紙が届き、息子のためにいろいろな贈り物が届いた。息子にとても会いたがっていたジャッキーは、突然私たちの前から姿を消した。心配した私は、ニューヨークの友人たちにジャッキーの消息をいろいろと調べてもらったが、あり分からなかった。スワンの住所もジャッキーに車で連れて行ってもらっただけなのでよく分からない。ジャッキーはだいぶ体も弱っていたし、病院に入ったのだろうか。ニューヨークに行って直接探し出すことのできない自分がもどかしかった。最後に送ってくれた手紙の中には、立ち早坂と背中に刺繍されたスタジアムジャンバーを着たジャッキーの後ろ姿のポラロイド写真が1枚入っていた。ありがとうジャッキー、タダさん、そしてニューヨークで出会ったかけがえのない友人たち。ニューヨーク物語、これで終わります。長い間聞いてくださってありがとうございました。この3年後に再び、私たちはベビアン・レザパネ君というピアニストを連れてニューヨークで録音することになりました。それがウンバギレコードという立ち上げの1枚目のアルバム、ダブルレインボーというアルバムになります。これはフェロー・アークラフト、貞村史郎バイオリン、エメディン・リベラーというパーカッショニストの、ニューヨークサイドでは3人、こちらから3人ということで6人で作った CD で、フェロン・アークラフが大変気に入ってる CD でもあります。その中から I Remember Jackie 聞いてください。Thank you.